こんにちは、ハスラーのリメルのドライブログです。静岡県静岡市葵区の国道362号を走っています。ここまで愛知県豊橋市から国道362号を走ってきましたが、終点の国道1号まで国道362号を走っていきます。自転車を追い抜きたいのですが、見通しがよくありませんので、安全に追い抜けるところまで自転車を追走していきます。
少し速度が遅いためか。後続車が煽り運転気味です。後続車がクラクションを鳴らしてきました。やっと自転車を追い抜くことができました。再び後続車がクラクションを鳴らしてきました。この先に奥静の駅、わらびこがありますので、一休みしていきます。それでは国道362号を進んでいきます。
右折車が数珠つなぎになっていますが、もしかしてこの先は右折車専用レーンになっていますかね。安全を確認後、左車線に移動します。右車線は右折車専用レーンではなかったみたいです。国道362号はこの先を右折します。そろそろ国道362号の終点である、国道1号との交差点に到着です。
さて、約4時間にわたって走ってきました国道362号。その旅も終わりの時間がやってきました。約4時間の長い時間、運転お疲れ様でした。